この加工力任せておけばいい。いきなりなあけどよ果樹あざなは考慮芝居に才を見出された後芝氏芝将に仕える。特に芝将とは深い友好を結んだ。芝将の懐刀として彼は闇に生きる覚悟を決めていた。確かにな。どこもお前のようにのんきな大将をいただいていたなら。お、カジュ、お前最近どこ行っ。少しな。だがそれもあらかた終わった。高尊園はこちらの降伏勧告を断ったようね。ご入用で。またお待ちしてます。
俺が制圧した。殿ども、城を出ずに戦え。持久戦に持ち込み、敵の疲弊を待つのだ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。なんという強さ。ここは引く。敵将を討ち取った。抵抗してみせろ。よくやった。褒めてやろう。我が縁が、我が城が、芝一族め、おのれ。城兵は落ちた。我らの勝利を。愚者の相手はこれで最後にしたいものだ。高尊厳の一族は、芝居殿。私にかかれば諸君など敵ではない。諸軍が戦意を失ったな。ここは竜皇子の出方を見るか。火獣は淡々と蜀討伐を成し遂げた。降伏した竜禅は洛陽に移送され、安楽公に報じられる。芝将は残る五の討伐に向けて動き始めた。そんな中、火獣は浮つくことなく冷静に任務を遂行する。陰謀を張り巡らし、邪魔する者を消し去っていく。すべては芝将の天下のために。行け。よう、何してんだこんなところで。師匠、それはこちらのセリフだ。今お前は執務中のはずだが。なあ、バレてたか。行き詰まってついつい新しい昼寝の場所を探してたな。
俺の監視なら間に合っている。わざとらしい芝居はやめておけ。監視？何の話だ？とぼけるならそれでいい。昼寝をしたければ馴染みの部屋にでも行くんだな。お前の手、必要以上に汚さないでくれ。このままじゃ感謝だけじゃ足りなくなる。何の話だ。